千葉交通成田営業所千葉交通成田営業所とは千葉県成田市吉倉にある成田空港発着の高速バスと成田市を中心とする千葉交通のバス路線を管轄する営業所である成田営業所の車庫以外に佐原車庫、龍角時代車庫が存在する路線バスの利用者が多かったいわゆる路線バス黄金期には佐原営業所と尾身川営業所が存在した しかし、北総及び、東総地域でもモータリゼーションの進展、過疎化の進行などとともに、一般路線の短縮及び廃止が、昭和50年代以降を行われるようになってきた。その中で、前期のサハラ営業所及び尾身川営業所は、成田営業所に所属する車庫へと格下げになっている。現在でもこれらは、広大な用地が広がっており、元営業所であったことを忍ばせている。また、 成田営業所本所でも多くの路線が短縮されている。これらの傾向は平成に入ってもさほど変わらず、平成3年から4年の頃の大幅な路線整理、規制緩和以降の千葉県バス対策地域協議会への路線退出以降の提出などが行われてきている。このような状況の中、成田営業所にとって一般路線で大きなウェイトを持つようになったのは、 JR 成田駅西側に開発された成田ニュータウンへの旅客輸送である。1960年代から開発が進められたもので、1980年代には人口が3万人を超えるようになり、バス需要も大きいものとなっている。2008年2月に成田市花崎町から成田市吉倉に移転した、京成成田駅発着吉岡線成田市から国道51号線を、 通って、香取市に向かう。途中、成田国際空港 B 滑走路北端の143、地区を通る。鹿島線開通前は、関東鉄道と共同で、成田沢原、鹿島バスターミナルを運行していた。成田と沢原の間には国鉄成田線に並行する、神崎線もあったが、こちらは、線路から離れる旧大英町と成田市中心部、沢原を結ぶ生活路線として継続されている。 最近まで一部の便に、吉岡、桜田、沢良子七口と慶一を表示する車両があったが、これが、神崎線の名残である。隅野線国道409号を経由して、成田市、富里市、八幡市を結ぶとともに、県立富里高校への通学にも利用される。過去には、この系統の最終バスが、京成成田駅東口区の七坂へ四つ角。 中沢新田という経路で運行されていたが、現在では、上記のルートで、中沢日課止まりとなっている。成田駅発最終の中沢新田行の後に、下記の苦悩両国線に乗り入れる形で運行している。また明日型ファミリータウン、富里系統が一往復設定されている。三里塚線40002000年3月18日に、オープンした、4モール成田への連絡バスで、特に、 京成成田駅系統は日中10から20分間隔で運転され、千葉交通の一般路線中最も多くの乗客と収益を上げるまでに成長した。場合によっては臨時便が増発されるほどである。京成成田駅からのバスは直行のみであったが、2006年12月から流大線の廃止に伴い、一部便を各駅停車化することとなった。また、 成田山新勝寺表参道で交通規制が実施される場合は日中時間帯のみもしくは終日にわたり迂回運行となり迂回便は全便直行便となる成田メモリアルパーク線メモリアルパークへの直行バスであるこのため設定される時期は土日宿日と墓参りに訪れる人の多い悲願及び盆の時期となっている JR 成田駅発着8大戦2010年7月17日、成田スカイアクセス成田湯川駅開業に伴い、湯川車庫から成田湯川駅まで延伸。JR 成田駅始発で、京成成田駅を経由して運行。袋は、京成成田駅止めになる。2018年のダイヤ改正で大半の便が、ボンベルタ、花の機台発着になり、8大経由で、 成田湯川駅まで運行するのは1日4往復となっている。神米線、平成初期頃には神米駅場から味宿駅まで行っていた。2007年10月1日には総合令堂まで運転区間が短縮された。運転本数も徐々に削減が行われ、現在は1日3往復である。なお、平日1回のみ、高津の森駅を経由しない便が運行されていたが、 こちらも廃止されている。相互冷ーで祭事が催されるときは、臨時便も設定されるが、京成成田駅発着となる。ジョイフル線1日3本の設定。JR 成田駅からの発着だが1月の初詣時期は、京成成田駅東口発着になる。国際医療福祉大学成田病院線成田空港、交通、JR バス関東と共同運行。 千葉交通は、往路9本、袋6本の設定。袋のみ、京成成田に停車。京成成田駅東口発着日吉台線、富里市北部に開発された日吉台ニュータウンと、最寄りの京成成田駅を結ぶ。日中1時間に2本程度の運行があり、このうち数本は、成田日赤病院通院客や、買い物客のために、八代線直通で、 日吉台社湖京成成田駅東口 JR、成田駅京成成田駅経由で、成田湯川駅や、ボンベルタまで行く、八代線参照。久能両国線2005年4月1日、両国線の武州八幡駅、武州高根病院を短縮する。京成成田駅から久能、七境四津角、富里市役所を経由して、両国方面へ向かうバスである。 2005年3月までは、武州バス停から、実の口を経由して、八幡駅まで及び武州から、高根病院まで向かっていた。武州八幡駅、武州高根病院間は、赤字区間であったため、千葉県生活交通地域協議会で路線の存続に向けた協議を、八幡市、と三里市と言ってきた。しかし、それが不調に終わったため、2004年9月30日付で、 千葉交通が当該区間の廃止届を提出し、2005年3月30日の運行をもって、武州八幡駅などを廃止した。廃止区間の一部は、富里市循環バス重装循環線で代替されたが、2015年4月からデマンド交通に切り替えられ、市外在住者の利用はできなくなった。教習所東線朝方と夜間は教習所東止めになる。 また、米市や富里店が休業の場合も教習所、東止めになる。野毛平工業団地線、大室線の名残である。運行は、平日通勤時間帯のみである。JR 成田駅西口発着、吾妻線中台線、中央通り線花の木大線、三里大線2015年4月から、成田病院経由、発着となる便が設定された。春季から、 周期の土休日には、大路町2本、袋湯3本が、暴走の村まで延長運転される。構図の森線成田ニュータウン地区からのアクセスがなかった、構図の森駅まで結ぶバス。おおむね2時間に1本程度の運行。味じき駅発着流郭時代12018年4月より、千葉港タクシーに委託運行されている。イオン、味じき12019年6月10日以降は、 運休中その対応。成田空港シャトルバス2012年11月23日付で、成田空港への直行便の運用を開始。成田市観光循環バスで使用していた、レトロバスを使用していたがトラブルがあり、現在は、ノンステップバスで運行。空港内のみの利用はできない。ボンベルタお買い物バス規制緩和以降の廃止路線は、千葉県生活交通地域協議会で採用されている。 路線名で記すこととする。空港線成田空港開港の翌日、1978年5月21日付で運行開始。成田新幹線による空港ターミナル直下乗り入れの夢を諦められなかった日本国有鉄道主導で企画された鉄道線交路線で国鉄は8日市場自動車営業所の下に成田支所を設けて運行に当たらせた。 開設当時、成田ニュータウン発着の12往復は中大車庫を奇襲点とし、すべて成田山門前を経由していた。国道51号線を経由する急行線は既存の停留所のない場所を走る短絡線的な路線であった。1987年の国鉄分割民営化で国鉄担当便が JR 東日本に昇景、さらに分社化により、 JR バス関東へ渡った。1991年の JR 成田線空港第2ビル駅成田空港駅開業により鉄道先行の役割を終えた JR バス関東が撤退、千葉交通単独で引き継いだが同時に乗り入れた京成本線特急が20分間隔で運行していて競合になり90年代のうちに廃止となった。なお JR バス、 関東成田支所は1992年に、八日市場営業所本体に吸収、閉鎖されている。松崎線1968年に運行開始。当然のことながら、成田ニュータウンは造成中だったため、途中の成田市立、西中学校への通学路線の意味合いが強かったようである。1980年の大英成田店開店後は、同地を始発とし、 1991年9月23日限りで廃止された。こちらは、京成成田駅から表参道を経由し、千葉県道18号を精神する路線。全社開通以前は、こちらがメインだった可能性あり、1988年9月23日限りで廃止されている。7曲線京成電鉄、桜営業所との共同運行で、 千葉駅まで行っていた千葉線が由来。その後国鉄桜駅で分割されて千葉交通単独の桜線となり、1987年に京成支水駅で再度分割して支水駅なんも京成電鉄にわたる。2001年4月15日限りで廃止された。全日空ホテルマロウド線1991年7月25日、湯川車庫 JR 成田駅。 東急院、全日空ホテルホリデー院東部線として開設。市街地から各ホテル間のシャトル需要を見込んで開設され、二人掛けシートの並ぶ専用の車両を5台新調した。その後、両層観光が各ホテルと契約して無料送迎バスを運行することになり、2001年5月15日、限りで有料の一般路線バスは廃止された。現在は、 JR 成田駅3.4番乗り場発着で各ホテルへ無料バスが運行されている。構図の森線三立課、柴山線2002年の柴山鉄道線開業で意味を失ったと判断し、2003年9月15日、限りで廃止。末期は日に3本程度の運転であった。その後、柴山千代田駅で接続する柴山ふれあいバスが設けられ、 芝山に大村へのバスは復活する。三立か萩和台線北、大和線2003年9月15日限りで廃止、富里市循環バスネギ名循環線で代替その後、デマンド交通に切り替えられ、事前登録をした富里市民以外は利用できなく、なった。八幡羽庭台線2003年9月30日、限りで廃止。 富里市循環バス重装循環線で代替。その後、デマンド交通に切り替えられ、事前登録をした富里市民以外は利用できなく、なった。日赤病院シャトルバス、大室線成田市、コミュニティバス、大室ルートの実証運行開始に伴い、2005年3月31日、限りで廃止。2006年12月1日付で、小泉、大室ルートとして、 本格運行に移行した。文化開館線成田市、コミュニティバス実証運行開始に伴い、2005年3月31日、限りで廃止。小泉線成田市、コミュニティバス、小泉ルートの実証運行開始に伴い、2005年3月31日、限りで廃止。2006年12月1日付で、小泉、大室ルートとして、本格運行に移行した。 神崎線、かつが線、け成成田駅勝川神崎、か原駅さ原湖こなを結ぶ路線として開通した神崎線がルーツだったが、1997年に、途中のキラ化粧品前から勝川駅間が廃止されて、さ原湖こなキラ化粧品前と、京成成田駅勝川駅に分断した。か崎線は二千二年三月十一日限りで廃止となり、一部区間が、 神崎町循環バス、キラキラ号に移行。勝川線は2005年3月31日限りで、千葉交通が撤退、成田市、コミュニティバス水がかりルートに移行した。火量部線成田ニュータウンへの路線の一つだったが、2006年5月15日付ではなの、機大線に代替されて廃止。竜大線成田市、コミュニティバス、豊住ルートの開設に伴い、 2006年11月30日限りで廃止。以前はさらに町と余橋を越えて茨城県稲敷郡河内町と都合まで運行されていた。千葉交通では数少ない茨城県への乗り入れだった。神米線成田市コミュニティバス北スカルートの運行開始に伴い、2007年9月30日限りで総合0度と神米機場の間を廃止。 シスイプレミアムアウトレット線、ボンネットバス、成田三門前から、総合レード線イオン、富里線、サークルバス、成田空港交通との共同運行。この路線に限り、パスモなどの交通系、IC カードは利用できなかった。2002年4月の運行開始当初は、成田空港周辺ホテルから、ボンベルタ百貨店、ユアエルム成田、成田山入り口など、 成田市内の各種集客スポットを結んでいた。しかし利用者の減少が著しかったため、2018年6月より、イオンモール成田とホテルを結ぶルートのみに縮小した。あと、2019年7月16日に全線が廃止された。山倉線2002年3月31日限りで、千葉交通が撤退、山田町町内循環バスに代替された。 2006年の合併により、香取市へ引き継がれる。ふば線大倉線、上里線以上3路線は、長子営業所朝日社庫に移管。2014年11月30日限りで、休止扱いとなったが、2017年10月19日から、ルートを変更し、熊谷駅、河野駅、久喜市勝部バスターミナルから、県王道経由の成田空港行きを運行する。 成田営業所佐原社子。ありがとうございます。